じゃあ再開していきます。ちょっと荷物がどんどんねちょっとうるさくなってきたけども、でバリアクラッシュの攻撃範囲が意外と広いって、ほら、いや違った、俺が受けただけだった。そうなんですか。そうそう、じゃあねバリアクラッシュで攻撃してみますか。下に何が待ってるか分かりません。これ上、お、上すごい、え、かっこいいな、上なんか針みたいになってて。よし、じゃあ行くぞ。バリアしときながら、これレジスタンスが3秒しかないんだもんな。いくぞ。おい、何が来る？ん？あれ？鉄が美味しい。おかしい。何にも、湧かない。それ鉄が美味しすぎる。これはもしかしたら、そう、あれ拾えないの。やばい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 。俺能力者だった。あっぶんねー。あぶねー。完全に忘れてたよ今。危なかった。忘れたらいけないでしょ。わら。いた。わらわら。銃撃ってくるし。あいつちょっと。なんとなんねえのあいつ。ちょっといかんわあれは。お。やばいやばい、なんかあれまた。これもまだ何も回ってないな。うん、何も回ってない。じゃあ、まあ、壊しますよ。壊す必要なさそうなぐらい平和な奴らだけど、壊して開けます。はい、じゃあ開けます。いくぞ。はい、まあそうなんだよね。この一番大きなところなのに上でバリバリで暴れて終わりっていうね。これは何にもないっていうね。うん。何にもなかった。ここを拠点にする？ここに拠点作る意味ってあんまりでもないような気がする。なんで落ちんの？なんで落ちんの？あっぶんな。あっぶんねえ。やばい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 。帰ろう。一回。一回帰ろう。鉄もいっぱい手に入ったしね。やばいやばいやばい、来た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 。マジでこれ怖い。叫びなるぐらい、叫びたくなるぐらい怖いよ、この。見える？これみんな。こそって来ないのか、こっちには。こっち来てるような気するわ、これ。見えてるかな、みんな、あれ。ほんとにでっかい生き物がね、海底にいるんですよ。海を上、笑い。バリバリー。最悪だー。最悪。最悪ですね。海洋類がいるし、ほんと。ちょっと帰るよ、急いで。急いでって言ってんだろうな、ラーマ。あれ？なんか木が2種類ある。違う木が。あ、そっか。あ、面白い。普通に、この黒い木で作ったやつでも壊れたらこっちの木の色になって壊れるんだね。知らなかった。なんでこれ落ちるの？落ちるせいでさっき死んだんだよ、これ。ねえ、なんなんだ、危ない仕様。よし。到着。そう、これが、こういう風に上陸したかったんだよ。なぜこれができない？どうする？次、海洋霊に喧嘩売るか、奥の船に潜入するか、まあ、これはちょっと後にしよう。今はいいわ、これ。海洋類、人食べるもんね、あれ。もしあいつらが普通に中立的な生き物だったら、ファームベルトだって、超えれるはずなんだから。ね、もう一つ気になったのがね、アイテムで、これ作り方合ってんのかな？こういう風に作ったら、でん！あ、気のせいだな。な、あ、ダメなんだ。ダメなんだ。ちょっと待って、あった。俺ちょっと気になったのあったんだけどね。これダメなんだ。作れないんだ、まだ。こういう風にやったら海兵の服が作れるっていうね、
やつがあるんだけど、レシピがね、まだダメみたいですね。いろいろこの開閉セット作れると思ったんだけどダメだ。麦わら帽子欲しいですね。なあ、24年のレシピ。みんなには見えていないコメントだよ。海洋類の、じゃあチョッパーが麦わら帽子かぶって、うわっ、最悪だ最悪だわらわらうわこんなに家がコッパみじんになったら初めてだよ。土で作るとひどい目に遭うの。コッパみじんなんだけど、家という家がこれはひでえ。マイクラ歴で一番クリーパーの被害大きかった気がする。何もなかった。誰もちょっと無視できないかな。これはちょっと無視できないかな。もう許せねえわ。なんでこんな明るい日に、明るい日っていうかこの明るい時期でもない、なんの明るい時間に来るのクリーパー。ドア開けっぱでした。ドア開けっぱだったね。戸締まり。あー、ここでね、ちょっと。え、なにこれ？こんなのあるの？ここでちょっとあの、海軍たちの律儀さっていうのが、見習うべき要素として出てくるよね。ああやってちゃんと律儀になってたら、こんな目に遭わなかった。マジびっくりしたわ。やばいやばい。ベッドも壊されてるし。じゃあ、この海賊剣で。海賊剣を、2本ぐらい持っていこうかな。さあ、海洋類いるっかな。イカ野郎しかいないな。海洋類怖いもん。ほんと近海のダッチさんですかね。ちょっとあの主っていうのが勝手に読み間違い。ちょっと今のは面白かった。近海の主ですね。今のは面白かったな。何が起こったか分かんなかった。どんなボケかをしたのかが分かんなかった。近海の主？主ですね。あ、いた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 。あれは間違いなく近海の主だな。見る？暗くて見えにくいかもね。ちょっとみんなにも。怖っ！マジゾッとする。マジゾッとするよ、この子、でかさ。これ怖い。じゃあみんなこれ自分でコントローラー握ってみ。マジ怖いよ。やっぱり。見てる方はちょっとわかんないかもしれないけど。めっちゃ怖い。見にくいよね。申し訳ない。見える？これ、目の前に3匹今います。3匹いますね。ちょっと叩いてみましょう。なんかいいもの落とすかも。うっすらとしか見えないな。ここから見ると見える。下にいるの分かるかな。じゃあ深い、ずいぶん深いところにいるんだよ今。超接近しております。目の前にいます。顔怖い。見える？うわ、怖い怖いな。やばい、息が持たない。あいつら深い。戦うには位置が深すぎます。ちょっと一回叩いてみるわ。あいつら上がらないのかな。怖い。わらわら勝った。勝ったよ。一匹倒しちゃいましたね。なんだけビビってたのに、まさかの一発。イカと変わんねえな。でっかいけどイカなんだ、レベルは。ちょっと今のは間違いだな。今のはちょっと、勝ちましたね。さすが近海のダッチさん。俺が近海の主か、むしろ。俺がこの海を支配してしまったな。
ハイオールよ、一撃で倒すわ、この恐ろしい剣。怖かったー。見かけ倒しだった。なんか、殺したら申し訳なかったな、今。剣界の主ってあんなに弱いんだ。みんな一撃だったよ。すごい弱い者いじめをしてしまった気分ですね。ちょっと裏技で回復しよっかな。ビビリゾンだったね、わらわら。あの図体は怖いよ、でも。恐ろしくでかいもん、あれ。実は装飾系だったんだね、おそらく。近くに空洞があるな。ほら、スケの音がした。あ、ここからかよー。マジかー。どんどん、この、この船がだんだん壊れていくっていうね。ちなみにここは、スモーカーの拠点ですね。スモーカーがいた船ですね。ひどい扱いですね。船の材料にされていくっていう、この船。次回何するか決めるか。黒ひげんとこ行く時間ないよね、今日だって。あと5分しかないから黒ひげんとこには行けないし。じゃあちょっと予習しとこっか。次やること。ね。来週やることを、ちょっと船でじゃない。ウィキというか、サイトで予習しましょう。まず寝てね、ここで。アイテムは何にもないからな。ちゃんとした家次回作りましょう。マルチ。あ、確かに。それは必要だな。ちゃんとした家を。でんでん虫もまだ見てない。これいるのかな、でんでん虫って。で、コーラをイカスミで作れる。砂糖と。まだ見てないね。で、牛乳。で、ダイヤルとかを作りたいね。ダイヤル、これインパクトダイヤルか。すごい。TNT で。粘土でダイヤルって作るんだ。イカ、そう、イカスミと砂糖でコーラが作れる。最悪な染料じゃん。黄色でも作るんだ。この地図も気になるし、これ作れるのかな？あ、次回、あれで、あれしよう。あと4分になりました。洞窟探検に行こう。金とか手に入るじゃん、それだったら。ね。これか、ミニウィキってやつで、デビルフルズのレシピだな。で、あ、モリアのハサミ。え、これ作れんじゃん、今。作れんじゃん今。モリアのハサミを作ってどうするか知らないけど、作ってみます。何に使うか全く分かんないけど、影の実がいるんじゃね。影の実、何の実があるんですか。それは拾っての楽しみです。で、え、何これ、骨でなんか作れる。これも今作れそうだね。何これ、ゾンビの手とか使えんの。終了まであと3分になりました。あと3分しかない。10、2、やんだこれ。ゾンビの手使いましょうよ。ゾンビの手、え、なにこれ、サトウキビでいろいろ作れんじゃん。あ、これで作れるんだ。弾が、クリーパー倒して弾じゃ作ろっか。はい、まあいろいろもらいました。次回やることいっぱいですね。次回やりたいことがいっぱいです。終了まであと2分になりました。これとこれでなんか作れたみたい。なんだこれ、コープステーブル、テーブル、なんだそれ。おお、あ、すごい。これ死体テーブルっていう意味だ。死体で、死体を使って遊ぶのかな。むちゃくちゃだなこれ。死体、例えばゾンビを、手を並べると、なんこれ、ファイブゾンビコーポス、何これ、何これ、ゾンビ蘇生の下、蘇生、ゾンビの死体を蘇生するアイテムらしいですね。なんかに使えるのかな、全く意味わかんないよね。これで、うん、ゾンビを復活させるものらしいですね。スタックできない。さらにこういう風にやればゾンビがみたいな、じゃないか。なんだろう、全くわかんないわ。ハサミ、ハサミと書いてありますね。これ、モリアのハサミじゃないんだ。ただのハサミなんだ。というわけで、じゃあ次回に回しますね。このハサミとかいろいろ、なんか、おー、かっこいい。じゃあ次回、よろしくお願いします。
ありがとうございました。